前歯の部分矯正治療お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、さっきまたアンケート書いていただいたんですけども、はい、いくつかまた質問させてください。はい。はい、年齢を教えてください。19歳です。はい、ありがとうございます。前歯の部分矯正で上下やってたんですけど、それぞれにかかった治療期間を教えてください。上が4ヶ月でした。4ヶ月。1ヶ月ちょっとです。両方ともワイヤーでね、はい、やって、はい、前歯の部分矯正しようと思ったきっかけを教えてください。はい、歯並びが悪いのが気になってたので、うんうん、やろうかなと。いつ頃からこう気になってたんですか？結構前から。小中学校、気になって。でずっと、いやその時はなんか相談行ったりとかしなかったんですか？お母さんに特にしなかった、うん、お母さんにも言わなかった、はい、でなんか嫌だなと思いながら過ごしてて、うん、でこう何をきっかけにこう調べ始めたんですか？どうしても気になっていろいろ調べてたら、うん、値段とかにいいと思ってここにしようと思って。なるほどなるほど。じゃあうちのモリデンタルクリニックで前歯の部分矯正をした決め手みたいなのを教えてください。うん、値段と、うん、通いやすいのと、うん、中がきれいに、なんかクリニックの中がきれい、はい、なるほど、ね、じゃあ汚いところは嫌だった嫌ではないですけど、まあきれいな方がなるほどですね。相談にこう何箇所か行ったりしたんですか？もうここだけ、こっちだけ、はい、なるほどなるほど。で、その最初は多分部分矯正ってそもそも知ってました？いや、知らなかったです。全体でなんとなく探してたら、うん、前歯だけっていうのがあるっていうのは知って、そうです。で、じゃあちょっと聞いてみようかということで、うん、なるほど。で、ではまあ、やる前、前歯の部分矯正をやる前に不安だったことってありますか？痛いイメージだった。矯正痛いイメージ、うん、それどうかってことだよね、うん、実際どうですか、やって、最初はちょっと痛かったんですけど、最初はちょっと痛かった、うんうん、でもだんだん治ってくるたびに痛くなくなりました、うんうん、痛いっていうのはこう何もしなくてもすごい痛いとか、あとはご飯食べると掃除ついた歯は痛いとか、どっちも痛い最初はどちらにせよ痛いと、はい、でもそれは 2,3 日ぐらいですか？あ、結構短かったです。でもそれ以降はもう別にみたいな感じ、はい、前歯の部分矯正治療のやる前とやった後で、まあ、上下やりましたけど、どのようにこう歯並び変わりましたか？まあ、最初多分こうガタガタでしたね、前後をしてたりしたと思うんですけど、うん、どうですか？終わった後は全部揃ってて、めっちゃ綺麗になりました。めっちゃ綺麗。ありがとうございます。前歯の部分矯正治療のやる前とやった後で、どのように気持ち的なものが変わったり、こう生活がどういうふうにこう変わったとかってあります？気持ちは、うん、クラシコで、クラシコって感じで、うん、でも、うん、自然に笑えるようになってさ。なるほど。じゃあ前はこう笑うのちょっと嫌だった、写真撮るとき、はい、口隠して笑ってたんですけど、手とかもこうやったり、はい、そう、手で隠してたけど、今は、うん、何も気にせず笑えるようになりました。なるほどなるほど。で、笑うこともちょっと多くなりましたか？あ、そうですね、結構多くなりました。結構多くなりました緊張してますかね？大丈夫です前歯の部分矯正をやりたいけどこう一歩踏み出せないとか、うん、どうしようかなとか考えてたり、こう昔の自分みたいな人になんかメッセージあったらお願いしたいんですけど、うんうん、迷ってるんだったら絶対やったほうがいいと思います。やったほうがいいと思いますか？はい、なるほど。じゃあ最後に、前歯の部分矯正はやってよかったですか？よかったです。よかったです。はい、ありました。質問以上になります。
ありがとうございました。ありがとうございます。